こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。毎週、まあ毎月っていうのかな、文藝春秋の月刊誌を、取って読んでるんですけれども、今日またこれはね、全部年間購読してるから、配達していただけるわけですけど、今日12月号が、来ておりまして、まああれですよね、この本を雑誌ですかね、雑誌をねこう1ページ1ページこうめくっていく、これは本当になんか胸がドキドキですね。こういう人がこういう記事を書いてんだとかね、それからこの紙の匂いだね。やっぱりね、 iPhone でねいろいろこう読んだりもしますけど、この紙にやっぱりかなわないよね。まあ古い人間だからね、やっぱりそうなんじゃないのって言われればそれっきりだけど、でも古い人だってね、たかが50年100年も経ってね、やっぱり今の赤ちゃんから100歳の人まであれしたって100年だからね。だからそのこの100年の間にね、なんか若い人がね、年取ってるとかって、まあ言葉で言ってもいいけど、そんな大差もないはずだよね。私はなんかねそう思ったりしてんですけど、だからね、いやいやもう年いってるからね、その雑誌とかそういうのに愛着があるんじゃないのって言われれば、まあ、そういう傾向はあるけど、やっぱりね今頃の人も、例えばこのね雑誌のね触れてね、1ページ1ページめくってこの紙の匂い書いて、それで実際にこう読み始まったらね、いやーなかなかちょっとなんていうのかな、ほっとするっていうのかな。やっぱりこうデジタルとねアナログの違いっていうのか、やっぱりこうアナログっていうのはね、なんか人間臭いからね。これでデジタルはやっぱりなんかこう機械っぽいじゃないですか。まあ平面的だしね、そんなに奥行きが深くないし、まあね、その内容自体がね深くないとか浅いとか言ってるわけじゃなくて、まあ感覚ですよね。パッと見た捉え方の感覚としてはやっぱりなんか深くはないよね。それでこのね雑誌なんかをパッとこうめくっていくと、いやーなんとも言えないね。でこの12月号ですけどね、昭和万葉集って、万葉集の葉っていうのは歌謡曲の葉の万葉なんだけど、ベスト100歌謡曲っていうのがね、いろんな方が、これあれかな、五木ひろゆきさんが中心になって始めたんですかね、文藝春秋と一緒に。それでこのベスト100っていうのをね、出てるんですけど、まあとにかく名曲ばっかりですね。まあその中にね、私が作った青い珊瑚礁が一曲入ってたっていうのがなんか良かったなと思いますね。いろんなねすごい曲との中にね入っているわけですから、まあとにかくこのなんていうの、この100曲ずっと見てみるとね、まあどれもこれもね、こう作品の深さと風情っていうのかな、やっぱり歌は娯楽だからね、この日常の写しなわけですよね。ただね、やっぱり最近はこう日常がね、こうなんかメリハリが、誰の日常もなんか似たり寄ったりに なってきちゃってる感じはするかな。だから本当はね、やっぱり人はね、みんな十人十色じゃないけど、一人一人全部違うわけですよ。だからね、やっぱりなんとなくみんな同じだっていうことは、ね、やっぱり、ね、一つの、まあ、教育をね、受けるという点でおいては、ね、何人か同じ授業を受けるわけだから、でもやっぱり同じ授業を受けてもね、やっぱりその人その人で捉え方が全然違うわけだからね。だからやっぱり一人一人のこの捉え方の大事さっていうのをね、やっぱりなんていうのかな、尊重できるような
この時代にまあ、何時代っていうのか、そういうふうになっていってほしいよね。ねえ、それね、今の時代がそう言ったって、今の時代は時代なんだからって言っちゃえばそれっきりだけど、でもどんな時代だってね、基本的に一人一人の個性だってことは、これは変わらないわけですよね、時代がどうあれ。だからその時代その時代でね、一人一人が全部独自性を持ってるっていうのが、これがね、やっぱりある意味で自然な形だから、やっぱりこの今の時代に一人一人が独自性を持ってね、そのためにはね、やっぱりこういうね、アナログ的なね、ことにね、もっと関心を持たないとね、やっぱりね、効率だけで人間は幸せにならないからね。やっぱりある程度のこの無駄っていうのか、一息つくっていうのかね、ほっとするっていうのか、これがね、コーヒーブレイクっていうのかね、音楽を聴くとか、映画を見るとかね、お芝居を見るとか、やっぱりね、ちょっとお茶を飲むとかね、これ大事な時間だからね、やっぱりそういうこう隙間っていうのかな、仕事と仕事の間の、やっぱりこうね、このデジ、あのアナログなね、この雑誌とか、まあそれからまあ音楽で言えば CD じゃなくてレコードですね。やっぱりレコードの音聞いちゃうとね、ね、音聞かなければ CD の音だけで、まあまあある程度満足できるんだけど、あのアナログのね、あのレコードの針の音を聞いちゃうとね、音の深みっていうのはもう本当に違うからね。だからやっぱりこういう違いをね、分かるっていうことが大事だから、やっぱりね、このまあ感覚っていうのかな、五感っていうのか、そういうのをね、ちゃんとこうできるだけシャープにしていかないと、なんかね、メリハリがつかないよね。まあそんなことで、今日はそのね、来春秋の12月号来てね、1ページ1ページこうめくってって、ああ新鮮で紙っていいなーっていうふうにね、つくづく思いましたので、なんかこんな話をいたしました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。